こんにちは、いろどりです。今回はこちらのディスプレイケースを使って母の日ギフトを作ります。お花の色合いは春らしい明るいピンクとシックな色合いの2色揃えました。今回使うケースはこちら、横開きのディスプレイケースです。こちらにお花を入れていきます。ケースの後ろの接着剤が目立たないようにこちらのシールを貼ります。まずはシールを貼っていきます。開く方の反対側に貼ります。お花を入れた時の接着剤を隠したいので、中央部分に貼っていきます。フィルムを残した状態でカットして、位置を決めていきます。両端は空いていても大丈夫なので、中央を隠すように位置を決めます。位置を決めたらシールを貼っていきます。シールが貼れました。中央部分に固めて貼っています。接着剤がここに隠れるように作っていきます。材料を紹介します。まずはピンクの大きめのお花。こちらは2輪ついていて、葉っぱもついています。こちらのローズは2本がセットになっています。あとはピンクの小花がついているフラワーマット。お花はこちらの4点です。装飾はこちら。ビーズのお花。レース模様のシール。こちらの2点です。最初に目立つお花から留めていきます。お花は茎から外して、頭の部分だけ使います。接着する前に位置を決めておきます。こちらのローズは下がいらないのでカットしておきます。こちらも頭だけ使います。位置を決めたら接着していきます。接着剤がシールの中で収まるように気をつけながら留めていきます。お花が入りました。接着剤が見えないように留めています。あとは空いているところに残りの花材を入れていきます。マットは小分けにして使っていきます。こちらも同じく接着剤が目立たないように留めていきます。
空間が大きく空いていたところに入れました。側面にもグリーンを見せたいので、黄色いお花についていたこちらの葉っぱをカットして入れていきます。こちらは接着剤を入れなくても大丈夫そうなので、中に入れ込みます。こんな感じで中に入れ込みました。お花が支えになっているので安定しています。残りの葉っぱも全部入れていきます。側面にグリーンを入れました。下まで接着剤で留めるのが難しくなってきたので、お花などに留めていきます。お花などに留めるので、茎は短めにしていきます。塊で大きいときは少し落とします。こちらもお花の隙間などに留めていきます。全体的に埋まってきたらこちらも入れていきます。カットして切り分けます。こちらもお花などに直接つけていきます。お花ができたら、最後にシールで装飾します。材料を紹介します。ピンク系のマムの花束。えんじ色のフラワーマット。小花がついているフラワーマット。お花はこちらの3種類です。装飾にはこちら。カメオ風のチャーム。エンボスシール。こちらの2点です。先ほどと同じくシールを貼りました。こちらにお花を入れていきます。最初にこちらのフラワーマットを真ん中に入れます。接着剤が溢れないように真ん中に少しだけつけます。真ん中に留めたら次はこちらのマットのグリーンの部分を使います。小分けにして入れます。両サイドを埋めていきます。こちらも同じく接着剤が目立たないようにシールの上に留めていきます。大きい塊のグリーンを入れました。こちらの葉っぱは柔らかいので、
短くカットして下の方に入れていきます。グリーンを両サイドに入れました。下の方に葉っぱを入れています。次はチャームを入れていきます。お花のパッケージについているワイヤーを使います。チャームにワイヤーを通します。ワイヤーをねじって固定しておきます。接着剤をつけて目立つところに留めていきます。チャームを留めました。あとは残りの花材で埋めていきます。先ほどと同じように葉っぱで側面を隠していきます。側面に入れていきます。まずは簡単に葉っぱを入れました。お花は外して頭の部分だけ使います。フラワーマットの花も小分けにして頭だけ使っていきます。こちらの残りの花材も小分けにして使っていきます。こちらの白いプラスチックが目立つので、こちらの小花をばらして、花びらを乗せます。花びらを折りたたんで小さくします。プラスチックが緩和するように花びらを乗せました。もう一つも同じようにカバーしておきます。お花が入ったらシールで仕上げます。母の日ギフト完成しました。側面にもグリーンを入れて接着剤が目立たないようにしています。後ろもシールから接着剤がはみ出ないように気をつけました。こちらは下の方にもお花を入れました。
蓋がしっかりと閉まるので接着していませんが、しっかりと閉まっています。本来の用途はディスプレイケースなので横に積み重ねることもできます。最後のシールはこちらに貼りました。余白が少ないタイプなので自然な感じで貼れました。今回はディスプレイケースを使って母の日ギフトを作りました。形もしっかりしていて100円とは思えない綺麗な透明感でした。プレゼントにお花を添えると華やかにしてくれますね。お好みの色合いでオリジナルのギフトを楽しんでみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。